機種の自動車会社のスポンサーシップ。スポンサーとは、団体、個人、スポーツのチーム、イベント、施設、番組などに対し、広告や PR を目的に金銭を支出する団体、あるいは個人、すなわち広告主である。ほぼ同じ意味で、エンドースメントも使われる。本来は広告業界用語の一つ。テレビラジオ等の電波媒体を利用して、ペイドパブリッシュを行う広告主を指す。 スポーツに関するものであれば、外観への自社のロゴなどの表示、自社製品を使用する等がある。例えば、J リーグのクラブの場合、ユニフォームに自社のなどを表示できる権利を得られる。音楽についても、自社の楽器や機材を使ったり、目立つ位置に自社ロゴを表示する等がある。スポーツや音楽の場合、分野によっては、エンドースメント契約、ライダー契約、ドライバー契約、 単に契約などと言われる場合もある。イベントの場合には、冠スポンサーとして、駿河銀行チャンピオンシップや、トヨタカップのように大会の名称に企業名が入ることがある。テレビラジオの放送番組の場合には、番組内にコマーシャルを流すことができ、スポンサーの提供中に放送される CM のことをタイム CM と呼ばれ、それ以外の CM は、スポット CM として区別されている。 このほか、スポンサーの製品などを利用した、ペイドパブリシティも行われる。例えば、テレビドラマの場合、スポンサーの製品が画面に映る。自動車メーカーがスポンサーである場合、登場人物の一部が自動車販売店の従業員という設定であったりなどである。また、番組とスポンサーとのタイアップ企画も行われる場合がある。似たような事例として、ラジオのワイド番組の検証において、 ひっきりなしに通常とは異なる商品になる場合があり、大抵の場合は、スポンサーからの提供という形を取ることが多い。ラジオのワイド番組は、コーナーごとにスポンサーをつけているため、この事例のスポンサーは、事業者が自由化されている。民間放送の事業者に関しては、番組にとどまらず、自主的に展開するキャンペーンや自主開催イベントにまで、スポンサーをつけることもあり、イベントによっては、 アトラクションごとに医者提供という形でスポンサーをつけることもある。一方で、過度の PR、ペイドパブリシティを嫌をする消費者もいる。私たちはどこかの組織から恩義を受けると、その組織と関係があるものを偏愛するようになる。恩義が大きくなるほど、偏愛の度合いも高まる。韓国のテレビ番組に関しては、CM のスポンサーと制作協力のスポンサーに対別される。 前者の場合は番組本編の開始前に文字のみで羅列しているだけであり放送日ごとに入れ替わりが激しくなっている放送終了後にロゴタイプで表している企業が後者の事例であり入れ替わりがほとんどない2010年代以前は例外を除き企業名を表に出すのが禁止されていたがそれ以降は解禁されているまた現地制作のドラマでは 後者の企業から小道具や劇用車を仕入れており、ごく稀に、とっけび君がくれた愛しい日々の劇中に登場したサブヒロインの仕事場で制作協力スポンサーの BBQ チキンのように世界進出のきっかけとなっていることもある。子供向けに制作された玩具の販売促進のためのアニメや特撮は、前日の番組内広告の完全解禁以降に韓国製のものが登場し、 原作を扱う玩具メーカーが制作協力スポンサーの一部に連なっている。しばしばスポンサーによる表現規制などの圧力が問題になることがある。またこれはメディア側の表現の自主規制によるものの場合も多い。例えばドラマ番組制作や報道番組などで有力スポンサーに配慮する形で筆を曲げるよう記者に対して圧力がかかったり、自動車、電気、 流通など一大スポンサー企業に対しての批判はもとより嫌味を書いただけでも一騒動を起こることは珍しくないとされる。2018年のアメリカ合衆国の例では FOX ニュースの番組司会者がツイッターで不適切な発言を行ったところ批判を浴び20社ものスポンサーが何らかの理由をつけて降板する事態も発生している。スポーツにおいてはスポンサーの影響力が大きく。 グランドスラムでは主催者や対戦相手だけでなく、スポンサーへの暴言もペナルティとなるなど、ルールに影響を受けた競技も多い。ありがとうございます。